はい、じゃあ講座やっていきます。今回はね、目の簡略版を書いたので、これに沿って説明していきたいと思います。まず目っていうのは全部で5つの要素で構成されているわけ。まずこの1つ目上まぶた、そして2つ目下まぶた、3つ目この白い部分ね、ここ結膜って言います。これ俺も調べたんだけど、でここ瞳の部分ね、ここのことを角膜って言います。でこの中の部分を瞳孔、上まぶた、下まぶた、瞳孔、角膜、結膜、この全部で5つで構成されているとまずは思ってください。で目っていうのは5つの要素で構成されてるんだけど、でもこれってさ、使う場面だったりとか絵柄によって変わってくるわけ。例えばマイメロとかはこれ角膜と瞳孔のみで構成されてるよね。でドラゴンボールとかだと上まぶたと下まぶただけで、内側の部分っていうのは省略されてる形なわけよ。絵がリアルになればなるほど、そういったなんか複雑な要素っていうのは増えていくし、逆になんかデフォルメした絵柄とかだと、まあ簡略化だとか省略化、デフォルメ、なんだったら描かないっていう選択肢も出てくる。そんで自分の絵柄や場面によってその使い方っていうのを使い分ける必要が出てくる。で今言ったことをもとに、ちょっと俺が作業パートで絵を説明しながら描いていきたいと思うんで、作業パート行ってみます。どうぞ。じゃあ分かりやすく説明するよ。まず大事な要素、瞳、これが角膜っていうやつね。まあ角膜だけをやったのが、例えばマイメロとかさ、こういう、あとこういうさ感じの目とか、まあこれ別個だと思ってください。こういう単純系のキャラの目っていうのは瞳だけを抽出してるわけで、次にこうやって分岐してくるわけなんだけど、上まぶたがあるキャラ、上まぶた、これがいわゆるこうあってなんかこうあるような感じのキャラです。これこういう目多分みんな見たことあるよね。で今度ここに上まぶた下まぶた両方ある目っていうのが存在してきます。これ両方とも込み込みの目、いわゆるワンピースとかだよね、こういう。でまずこんだけ分岐がここから出てくるよって。でここから分岐が出てきた時に、今度瞳の描き方に分岐が出てきます。で次に瞳孔、まあ瞳の中のさ、こういう部分、この部分が、まあ、あるかないか、まあちょっとひらがなで瞳孔ありで瞳孔なしで、瞳孔なしの場合はこれベタ塗りだけになります。ベタだけで、こっちも同様に瞳孔があるかないかっていう分岐がさらに行われてくるわけ。まあ、だからパターン的には瞳があって、上まぶた、上まぶた、下まぶたがあり、そこから瞳孔があるかないか、こういうフローチャートになってるわけ。じゃあ瞳孔ありの場合ってどういうことになってくるのっていう時なんだけど、まず瞳孔ありの場合、目の中の処理が変わってきます。例えばさ、こうやって瞳があってこうあって、でこの時にこの中の部分、まあ瞳孔のなんか周りを虹彩って言えばいいのかな、ここの処理の仕方、まあ虹彩だったはずで、虹彩がない場合っていうのは、まあ虹彩なしね。結構あとこうあってハイライトだけ入れてこんな感じの目になることが多いです。こんな感じで、で虹彩じゃありの場合、まあ虹彩っていうのはなんか目の周りのこの中のなんかこう黒くなってる部分のことを言うんだけど、ここの処理の仕方がベタなのか、またまた線なのかで分岐してきます。ここで今虹彩ありの場合、ベタと線で処理されるっていうふうに書いたんだけど、でもさ、その他にリアル系になってくると、こういうなんかさ、ピンク色の部分っていうのが出てくるわけ。こういう部分、バキとかそうだよね。バキとかこの辺にこうあってさ、この辺ね、ピンクじゃん。ピンク、いわゆるこれが内眼角って書いてあるね。内眼角って呼ばれるものなわけ。ごめんね、俺もあんまり目は詳しくないからさ、ここが内眼角、内眼角、まあこれ別にあんま覚えなくていいです。でここが外眼角っていうらしい、このピンクの部分が。でこうやってフローチャート的には分かれてきます。ではまとめると、ちょっとまとめの図をバーンと出します。そして今話したことをまとめた図がこれになるわけ。まあまつげとかハイライトとか目のラインの拡大や変形省略など、そういったもので厳密に言えばさらに変わるんだけども、大抵の人がこの中から自分に合ったもの、好きなものを選んで描いてるんだよね。補足として、瞳孔なしの場合は瞳を直接処理してると思ってもらえばいいし、瞳孔ありの場合は瞳孔の中の処理をしてると思ってください。あと右に行けば行くほどリアルっぽくなるよね。はい、今の説明を踏まえて、まあ何パターンか分かりやすいものを用意したいと思います。まずね、目の描き方、多分みんな見たことあるんだよさ、なんかこういう感じの目、まあこれ太さとかにもよるんだけど、でこの部分をちょっと出してあげたりとかして、
こういうところでアイデンティティを出すケース。で、この面の中を 丸い感じで書く。こんな感じでね。で、これが上まぶたと下まぶたの合算みたいな感じ。で、これがベタなしの状態。で、次にこうやってやると、今度瞳孔がプラスされた状態。で、この部分を斜線でこうやって処理してあげると、光彩がない場合。で、この部分の周りをこうやって処理をしてあげると、こんな感じで。これが光彩がある状態。で、この部分をもうちょっとちゃんと書いて、こうやって、つなげて、この部分をこうやってつなげてあげると、これがリアル系の面になってくるわけ。うん。まあ、ざっとこんな感じね。今時の目ってさ、少年漫画とかみたいなタッチが結構少なくなってきてて、なんか、少年漫画って目がちっちゃいんだけどさ、こんな感じで。こう。まあ全体通してなんか結構あっさりした目だなって思うのは少年漫画が多いんだけど、今時の目ってこう絵柄自体がさ、割とこういろんなタッチが混ざり合っとってさ、その境界線っていうのがあやふやになってるわけよね。萌え系とかもそうだし。だからまあこういうさっき言った説明とかを踏まえてそういうことを考えていくと、こういう目が来るようになってくるから。で、目ってさ、こういう形してるじゃん。この部分をじゃあ引き伸ばした時にこういう感じになるよねっていうのが、こういう感じね。で、この部分をこうやってペン入れをしてあげたりとかすると、これも上まぶたと下まぶたの形になるよね。で、この部分は省略してるわけ。で、目をその分縦長に。で、瞳孔を描いて、こういう感じの目とかにもできる。ハイライト。じゃあ基本っていうのはさっきのやつのパーツをどこまで入れるかっていうところになってくるわけよ。で、このパーツ以外にもこうやってさ、まあ、近頃じゃあんまり見ないかもしれんけど、こういう感じのね、ハイライトを入れて、これ真っ黒にするパターンもあるし、塗らないパターンもある。で、これ、瞳孔ね、瞳孔。瞳孔を入れて、その後にこうやって光彩をやる。で、この光彩の部分を斜線で、ちょっと入れて、光彩のなんかこう、シワみたいなものを表現し、この部分を塗りつぶして、二重を形成して、で、なんだったらね、こうやってまつげを作ったりとか。基本的な目の描き方っていうのは、あそこに含まれるものをいかに自分なりに組み合わせるかということに結構かかっとるわけよ。これとかでもさ、例えばこんな感じ、こんな感じ、こんな、まあすごいざっくりからね。で、こう描いた時にこの中の部分をこうやってちょんって残して、こんな感じにして瞳孔をアピールしつつ、こういう感じで処理する絵とかも出てきとる。まあ、この辺は人それぞれだよね、本当に。あと、目の周りを強調する描き方。こういう感じのさ、少年漫画の目って見たことあると思うんだけどさ。まあ、遊戯王とかこの感じか。で、この部分をちょっと強めに取ってあげて。で、これもさ、面白いことに、アップの時とかでさ、結構変わってくるんだよ。アップの時だったら、こうハイライト入れて、こう中の部分まで描き込んだりとかっていうのもあるんだけど、こうやって。トークだとやっぱそこまではできないからさ、こうやって何にも塗らずに、ベタなしで、こうやって表現して顔を描くみたいなこともある。こう、こんな感じで。だからパターンとして、目はね、3パターン覚えておくといいよね。まあ、アップ用の目と、まあ、普通ぐらいの絵と、で、トークの目。で、まあ、トークの目はもう描かないっていうパターンもあるし、こういうちっこいのだと、こうやって省略するパターン。で、普通ぐらいはこんな感じにしようとかさ、そういう描き方とかもいろいろある。
で、こういうので斜線、これはもう現状ベタに近いんだけど、この目はこの目を例えば 0.2 とかで描くと、これは少女漫画の目になるよね。こうやって描いてきて、でこんな感じで持ってきてハイライト用意してあげて、でこの部分をねこうやって処理してあげることもあるよね。この辺っていうのは本当にねその人の個性による部分が大きいからね、一概にどれが正しいっていうのは言えないんだけど、まあパターンを知っておくとそれだけこう、あ、こんな書き方あったんだっていうふうに思えるからさ。こうやって斜線でやるとまたちょっと繊細な感じになってくるよね。こうやって何回も何回もさ、縄編み、掛け編みをやってさ、こうやってくるとすごい少女漫画チックになってくるし、まあ萌え系と、美少女漫画っていうのは結構相関性があって、リアル系の目っていうのはなんかこう少年漫画と一応シナジーがあるくなぐらいで覚えといてもらうといいかな。まあこんな感じかな。とりあえず目の形を覚えといて、あ、こんな形だなって、でその中でこういう感じにしたりとかさ、じゃあこういう感じのこの部分までつなげてみようかなって、こうつなげてみようかなとか思ったり、でこの部分をじゃあ省略したりかなしたりとかさ、そういう発展の仕方っていうのが、まあ、正しい絵の描き方になります。自分が描きたい絵に合わせてこういうのを組み合わせてもらえたらそれでいいと思います。